7月26日に久しぶりに2月ぶりに活弁教室を再開することになりました。でもただこういう状況下なので最善を私たちも尽くしてやろうというようなことで今除菌が終わったところです。あともうちょっと時間があるのでご紹介していこうかなというふうに思います。まずここは台東区の社会教育センターの4階のホールというところなんですけれども、エレベーターまたは階段を上がっていただいて2つドアがあります。ドアの前にこういったアルコールが置いてあります。で中に入っていただくとこちらも全て除菌しておきました。でこちらが受付になります。で受付の前にはこういった利用者の方と距離を置くようなパーティションを置かせていただいて、消毒のハンドジェルが再度ここにあります。で、まあ、皆さんにお伝えしているのはもしアルコールでアレルギーなどがある方いらっしゃるかもしれないので、そういった方はご自身で肌に合うようなものを持ってきていただくというようなことで結構ですというようなことをお伝えしております。でまた来る前に体温チェックをしていただくということもお伝えしてあります。これは義務ではありませんけれども一応まあ、気になる方用ということで手袋を用意させていただいております。来ていただいた方は受講料を払っていただくのと同時にこちらの名簿にお名前と電話番号、こちらの方で一応住所も控えてありますので、万が一の際は皆さんに連絡がいくというようなことになっています。今回からフェイスガードをご購入いただくことになっておりまして、でこちらが1個500円で、販売して、これをつけながら活弁教室に参加していただくということになります。今回、うちで使用させていただくフェイスシールドがこちらになります。まだこちら、利用の際に表裏ビニールがついておりますので、それを各自剥がしていただいてこのメガネを、つけていただいて、まあ、このように利用していただくということになります。活弁教室発声をするというのが基本になってきますので、極力この口のあたりまで覆われたもの、お話ししなくちゃいけないのであまり曇らないようなもの、そして一応これは曇り止めがついているということなので、曇り止めがついているものを推奨しています。比較的使った感じを見ると結構いろんなフェイスシールドを比較してみたんですけれども、結構曇ってしまうようなものも多かったんですね。でまたはちょっと色が不透明というか、そういうものもある中で、こちらの商品結構透明にしっかり見えるので、利用者の方の、口の動きであったりとか表情であったりとか、どのくらいこうリラックスしているかなっていうようなことをこちらから確認できるし、生徒さんの方も私のを見て、ご確認いただけるというようなものになっています。重要なのはやはりこのちゃんと口のところまで、フェイスガードが覆われているか。で今回やはり気になるわという方、または県外にいらっしゃる方、まあ、念のため、ご欠席という方がいらっしゃいます。本日利用者の方5名限定で、再開をしようと思っています。普段でしたら机をダッと並べて、椅子を1つの長机につき2方座っていただくというようなことになってますけれども、今回に限りは長机1つお一人様お座りいただくということになっています。すべて机、椅子除菌してありまして、ここのフロアもすべて除菌済みです。利用していただく際に、まあ、ここは休憩の椅子としてご着席いただいて、下に赤いこうラインが書いてあります。でここのスペース内であーという発声をしていただくということになります。でそうすることによって、まあ、フェイスガードをしておりますので唾といいますか、は下に落ちるということらしいので、こまめにこの外スペースの床を随時私が除菌していくというようなことを、しようと思っています。でこちらの席にもテープが貼ってありまして、ここの範囲内で発生していただく。で移動する際はできるだけ私語は慎んでいただいて、ここのエリアで質問なり発声なりをしていただくということになります。で、まあ、お隣もそうですね、まあ、こういった長机を荷物置きに使っていただいて、椅子は休んでいただくときに使う。そして、この前のスペース、この赤い線から赤い線までの間に立っていただいて発声をしていただく。
で、それはもう、5人の方、席を、最初に決めた席に必ずお戻りいただくということにしまして、他の方がご利用いただいたこのエリアには入らないようにというような注意をしていきたいというふうに思っています。で、活弁というのはサイレント映画を映し出すスクリーンの横、こちらに電子台というのがあって、ここから映画を語っていくというようなものになります。この活弁教室2時間ありまして、最初の1時間は発声練習、そしてもう1時間は活弁の稽古というふうになります。で、活弁の稽古をする際に皆さん各自練習していただいた演目を皆さんこちらに移動していただいて、語っていただくということになりますので、お一人お一人、まあ、発表が終わりましたらここを随時除菌していくというような対策を取っていきたいと思います。で、まあ、一応気になる方がいるかなというふうに思いますので、ここにパーテーションを受付で使っていたパーテーションを立てて、利用者の方と少し距離があるような、形で利用者の方が安心して、お使いいただけるような工夫をしていきたいというふうに思っています。最初の発声練習は、舞台上中央に私が立ちます。向かい合うという生徒さんと一応向かい合うという形になるので、気になる方はマスクなどを随時していただいて、ただ皆さん常にフェイスガードはしているという状況になります。生徒さんと、私この講師の間は、5メーターぐらいあるんじゃないですかね。で、なので一応こう飛沫が飛ぶという距離とは、かなり離れてるんじゃないかなというようなことで、やらせていただこうというふうに思っています。換気として扇風機が2台で、目が開いてないのかな。で、こちらのドア、そして、左右にドアがありまして、そちらを開け放っております。さらにこちらへどうぞ。ちょっともちゃもちゃしてて申し訳ないんですけども、こちらのように、窓が開放されているような、状態です。ですので比較的換気においてはベストを尽くしているんじゃないかなというふうに思います。あとはもう本当に皆さんへのスムーズな誘導をするということ、そして、本当皆さんが今日のレッスン終わってからどのような感想を持たれたのか、アドバイスがあればそれを随時取り入れてやっていきたい。教室等を再開する方たくさんいらっしゃると思うんですね。私たちも皆さんの、ものを参考にしていきたいし、またこれから再開するよという方、この活弁教室を一つの参考にしていただけたら大変嬉しいなというふうに思います。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。
概要欄も要チェックです。それでは次回の動画でお目にかかりましょう。さあ、活弁を楽しもう。あそ、活弁。